はい、こんにちは。中学受験さくらなチャンネルの滝谷直樹です。今日は低学年向け国語基礎講座、第4期、B の2ですね。説明文です。今日はね、どうして歯が生え変わるのっていうね、話題の説明文、まあ、子供の歯がね、大人の歯に生え変わってる人が結構いると思います。それじゃあどうして歯が生え変わるのかってことです。さあ B の2です。じゃあいきます。どうして歯が生え変わるの。私たちが生まれてきて初めに生える歯を乳歯と言います。乳歯は生まれて6ヶ月頃から生え始めて2年から3年で生え揃います。全部で20本になりますけれど、体が大きくなると顎の形も変わってきて、もっと強くて大きい歯が必要になります。それで6歳から12歳くらいの間に大人の歯に生え変わるのです。皆さんはちょうど大人の歯ができ始めているところです。大人の歯を永久歯と言います。永久歯の数は全部で32本です。この歯は死ぬまで生え変わりません。さあ、じゃあ確認してみましょう。文中の言葉で答えてください。さあ、話題はこれ、何を話題とした説明文ですか？そう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 。ね。どうして歯が生え変わるのという話題です。さあ、私たちが生まれてきて初めて生える歯を何と言いますか？そう、乳歯って言います。さあ、その乳歯は生まれて6ヶ月頃から生え始めて2年から3年で生え揃います。さあ、そしてこの乳歯全部で何本ありますか？そう、20本あるんです。さあ、けれど体が大きくなります。そして顎の形も変わってきます。さあ、そうするともっとどんな歯が必要になってきますか？そう、もっと強くて大きい歯が必要になるんです。さあ、それで6歳から12歳ぐらいの間に大人の歯に生え変わるんです。皆さんはちょうど大人の歯ができ始めているところです。さあ、ちなみに大人の歯をさあ何と呼びますか？そう、永久歯と言います。さあ、ちなみに永久歯の数は全部で何本ですか？そう、32本です。さあ、この歯は死ぬまで生え変わる？変わらない？そう、死ぬまで生え変わりません。だから虫歯になったらもう生えてこないんです。さあ、では鉛筆持ってください。問題解いてみましょう。1番、この文の話題は何ですか？そのまま書き抜きましょう。はいはい。そうそうそう。どうして歯が生え変わるのっていう話題ですね。2番、生まれてきて初めに生え変わる歯を何と言いますか？そうですそうです、ね、初めに生えてくる歯は乳歯と言います。では3番、体が大きくなると大人の歯に生え変わるのはなぜですか？そうですそうです。まあ、詳しく言うとね、顎の形が変わってきてもっと強くて大きい歯が必要になるから、もしくはね、強くて大きい歯が必要になるから、まあこんな風に簡単に書いてもいいでしょう、ね、顎の形も変わってきてもっと強くて大きい歯が必要になるからっていうこと。さあ、じゃあもう一回読みますね。書ききれなかったものは書いていってください。どうして歯が生え変わるの。私たちが生まれてきて初めに生える歯を乳歯と言います。乳歯は生まれて6ヶ月頃から生え始めて2年から3年で生え揃います。全部で24本になります。
けれど体が大きくなると顎の形も変わってきて、もっと強くて大きい歯が必要になります。それで6歳から12歳ぐらいの間に大人の歯に生え変わるのです。皆さんはちょうど大人の歯ができ始めているところです。大人の歯を永久歯と言います。永久歯の数は全部で32本です。この歯は死ぬまで生え変わりません。今日はどうして歯は生え変わるのという話でしたね。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。